まま引き下がったら貴族どもの言い笑いものだぞ。しかし相手はガンダムです。祭壇はガンダムという名称を認めない。我が第4人モビルドール宮廷師団は名もないモビルスーツどもに全滅させられたことになるんだ。敵さんも意気込みが違うね。小隊長ヒーロ君、ここが踏ん張りどころ。分かっている。
した。これはゼロと同じだ。当てる。君ならやってくれると思っていたよ。これはどうだ。かわせるか。これはどうだ。そこ当てる。さすがいい腕をしている。戦術レベルクリア。継続して戦略レベルに行こう。ウィングゼロか。戦闘レベルターゲット。なぜお前がここに。ゼクス、貴様がその機体を選んだのはミスだ。ヒーロー、戦況を確認する。貴様は敵か。ゼロに聞け。何？行くぞ。まだか。よっけか。数多くの機体を乗りこなしてきた私がどうした。何を恐れる。ウィングガンダムゼロとガンダムエキオン。この戦いがアフターコロニー時代のターニングポイントになる。小隊長、ガンダムエキオンの援護をお願い。その目で見るのだ。戦いがいかに汚く卑劣であるかを。よくやってみよう。戦いはサンクキングダムはどうなったのだ。崩壊したというのか。サンクキングダムが遅かったか。過去を見せられたか。ゼロシステムは未来を予測するものじゃないの。パイロットに完璧な勝利をするためなら何でもするってことだ。ではこの戦いに何の意味がある。どんな意味があるというのだ。全てを消し去る。戦う者全てが敵だ。殺しに来た者は殺せか。そういうのだな、ゼロ。いいだろう。純粋な戦士として貴様との因縁の戦い、今ここで決着をつけてやる。エピオン、お前はどうする。どうしたエピオン、この程度か。やはり決着をつけねばならんようだな、ヒーロー。ゼロシステム同士が干渉し合ってる。フルネーさん、これが必要なんだよ。ゼロ同士の出会いが歴史を作る。ここで死ぬわけにはいかん。遅い、遅いぞエピオン。奴の反応速度を超えろ。ウィングゼロ、私に勝利を見せてくれ。次で決まりだ。ゼクシー、かかるぞ。まだか。かわせるか。沈め。いいね。まさかウィングゼロが。ウィングゼロ撃破というか機能停止。エピオンの方も大丈夫だよ。小隊長さん、イノ姉さん、私たちの完璧な勝利だよ。この後のことはゼロに選ばれた二人に任せよう。そうか、これで二人のガンダムが入れ替わるのね。正しき貴族を支配する美しい世界。